ジーン・クレインはアメリカ合衆国の女優である。1925年、カリフォルニア州、サンバーナーディの軍はバーストウに生まれる。父親のジョージ・クレインは教師だった。両親が離婚した後はロサンゼルスへ移り住んでいる。アイススケートの才能からロサンゼルスにあるパンパシフィックオーディトリウムでミス・パンパシフィックへ選ばれたこともある。また、高校時代に オーソンウェルズ出演の映画へのオーディションを進められて受けたことがあり、結果役を得ることはなかったが、1943年に仲間たちという映画で映画デビューを果たした。翌年には勝利のその絵も出演し、その後は順調に映画でキャリアを構築。1949年に出演したピンキーでタイトルロールのピンキーを講演。その演技が評価され、 1950年のアカデミー主演女優賞にノミネートされた。1950年代に入ってからもさらに出演作を増やし続け、女優としての地位を確固たるものにしている。1945年に俳優として活動していたポール・ブルックスと結婚し、二人の間には7人の子供が生まれた。2003年に夫のポールが亡くなるまで夫婦生活が続いた。 夫のポール・ブルックスが死去してから数ヶ月後、寺院も心臓発作により死去。78歳だった。ありがとうございます。